時家由来所2005年4月まで妖元寺にあった、代々の墓2005年4月まで妖元寺にあった、代々の墓、時より安は、江戸時代前期の旗本、時より継ぐの三男。母は、湯島武志坊の娘、山城国生まれ。通称、または、妖名は、縫戸之助。時代部。妻は、山岡家営の娘。子に、長男来かつ、次男。 カジカワよりてる、長女、次女がいる。寛永2年より徳川忠長に仕えるが、寛永9年に忠長が改役された際に官旗をこむって、諸子となる。寛永13年12月10日に諸面を受け、寛永15年に諸院番主となり300国の事業を賜る。慶安元年1月2日に目付となる。 翌慶安2年に西尾忠明が田中藩に転奉された際には、その王瀬を伝える役目を担った。慶安4年8月16日に、不意の着用を許され、11月21日に林米300票を加えられた。万治2年2月6日、王瀬により日光山に赴き、幕頭を放築した。漢文7年12月8日に職を辞し、 遠方4年12月6日日死。遠方5年8月19日死去。墓所は東京駒込の八火山陽源寺。改名は広院伝営、山道雄大古事。ABC、完成住州所下不巻、第284。ありがとうございます。